12月11日エディオンディスタンスチャレンジが行われまして、女子1万メートルで拓殖大学の不破聖衣来選手が日本歴代2位の30分45秒21をマークしましたので、ラップをね振り返っていきたいと思います。こちらの記録はアンダー20の日本新記録、そしてアンダー20の世界歴代5位ということでね、世界の名選手のね、ずらーっと並ぶ中に不破聖衣来選手、日本選手が歴代5位までねランクインしましたので、非常に楽しみな、ね、存在となりましたけども、レースを振り返っていきたいと思います。前半の 5000m が15分31秒で、後半の 5000m が15分14秒ということでね、ラスト2000を6分3秒でねマークしてるんですよ。8000から9000が、まあ、3分4秒、そして9000からフィニッシュ1万メートルまで2分59ということで、非常にラストは強かったですよね。最初の1キロが3分5秒スタートで、ここからね3分5から、まあ、3分7秒ぐらいで推移していくんですよ。なので、まあ、ものすごいね好記録が出るのわけじゃないかなというふうに思ってたんですけれども、後半独走になりながらもね、ずば抜けたタイムを叩き出しましたよね。後半の 5000m 15分14秒、後半の 5000m 単体だけ見てもね、日本トップクラスのタイムで走っておりますので、これ非常に楽しみだなと。不破聖衣来選手の、もう本当にフォアフットじゃないんですよ。つま先じゃなくてかかとから入るんですけれども、まあ、踏み込みが強いというかね、乗り込み動作が非常にうまい選手で、まあ、のスパイクもね、ドラゴンフライとか、まあ、今、ナイキのスパイクもね、カーボンプレート入ってるんですけど、本当に非常にうまいですよね。乗り込み動作と体重移動が非常にスムーズで、まあ、スピードに乗りやすい走りなのかなと思います。まあ、本人のスペックというか能力が非常に高いのも事実なんですけどね、まあ、今回は記録は狙わないと監督と本人も話していたんですけれども、まあ、記録出ちゃったという感じで、まあ、前半の入りがね、今後世界に進むと前半の入りがものすごい速くなるんですよ。そうすると心拍数とかも一気に前半で上がってしまうし、まあ、苦しくなるのも早い段階で苦しくなったりするんで、まあ、そこにどう対応できるか対処できるかっていうのが今後の鍵なのかなとは思いますけれども、まだ大学生ですから、まあ、大学1年生かですからね、まあ、今後は期待したいなと思います。まあ、中学時代から全国トップクラスでした。まあ、高校時代ね、怪我に苦しんだり貧血に苦しんだり、まあ、うまくいかない時期があったんですけど、こう大学入ってきてね、また一花咲かせてきておりますので、来年の世界陸上、そして、その先のねパリオリンピック目指していただいて頑張ってほしいなというふうに思います。以上